こんにちは、ルンです。こんにちは、アツキです。こんにちは、リサです。こんにちは、ミーママです。こんにちは、タイちゃんです。こんにちは、プーです。こんにちは、マルです。ちょっと誰か忘れてない？こんにちは、パパです。今回は、はい、なんと、私、中学校を卒業したんですけど、はい、なんと、その卒業祝いということで、タイちゃんの知り合いの方に、このホテルに招待して、いただきました。ありがとうございます。ここはザ・ヒラマズ軽井沢ミオタさんという、ね、ホテルなんですけど、でワンちゃんがいます。はい、はい、なんか寝てますけど。寝てましたけど。ここがドッグビラスイートっていうワンちゃんも一緒にお泊まりができるっていうところです。はい、素敵なところに、はい、ご招待していただきました。ありがとうございます。一緒に泊まれるところは東京のスタジオ以外は他にお泊まり行ってないので、はい、楽しみですね。はい、それでは早速担当の方に案内していただきます。それではスタート。はい、担当の方に早速紹介していただきます。お願いします。ご案内をさせていただきます。こちらドッグビラスイートというタイプのお部屋でございます。ビラスイートのお部屋すべて真ん中にリビングルーム、両側にベッドルームついているタイプのお部屋でございます。はい、ランド側のベッドルームにはシャワーブース、それからお手洗いがご準備してございます。こちらのお部屋こんな感じです。ジェラ島の特徴的な設備としましては、こちらミニキッチンがついております。包丁など刃物類以外のもの揃っております。はい、よろしければご利用くださいませ。はい、あ、じゃあ鍋とかも。はい、お鍋もこちらにボウルが、反対側にお鍋がございます。あ、耳が痛い。冷蔵庫でございまして、はい、ジェラ島のものは全てお部屋内に含まれております。なんか普通ね、別だったりするんですけど、ウーロン茶だ、ウーロン茶だね。はい、その他にもラフランスジュース、キイチゴのジュースございます。すごい、電子レンジもある。はい、ついてる。何泊か泊まれますよね、うん、これだけ設備が充実してると。はい、生きていける。生きていけるね。リビング通っていただいて、こちらはメインのベッドルームがございます。わー、こちらにはマルちゃん、プーちゃん専用のベッド、シモーズのものをご用意させていただきました。有名な。はい、こちらには半露天式の温泉をご用意させていただきました。上野の大潮から天然の温泉を運んできております。窓が大きく開きますので、半露天式として気持ちよく入っていただけます。寝転がれるから。そうね、ただ椅子みたいな感じになって、ちょっと本日雪が降っていて寒いんですけれども、露天風呂の夜気持ちよく。うわー、すごーい。よいしょ。じゃーん。うわ、寒い。寒いね。すごい。カバーブースがついてございます。あ、ほんとだ。アフリー類、シャンプー、リンス、コンディショナー、バフトという国産オーガニックのブランドを使用させていただきます。へぇー。玄関の前でございますが、開けていただきまして、左手側。はい。ケンタッキーがございます。洗って帰る？ケンタッキー。すごい、嬉しい。しかも洗濯から乾燥まで。ブラウスのいいやつ。最高。じゃあカウンターの上のもの、地元産のものをご用意させていただきました。特に真ん中、こちらのコーヒー豆、ヒラマス軽井沢のやつ、オリジナルブレンド。うん。ミルで引いていただいて香りを楽しんでいただきます。おー、なるほど。これでこちらリンゴのお茶ですね、アップルティーでございまして、こちらの半生のリンゴの入ったオリジナルのものでございます。すごい、香りよく飲んでいただけます。引き出しの中開けていただきますと、
グラス類などご準備をさせていただきました。お皿などカトラリー類ございますのと、こちらにカップ類がいくつか、かわいい、かわいい、いただいております。え、超かわいい、ね、反対側当てていただきますと、エスプレスマシンや電気ケトルを用意しております。一番下の段、ランタン、それからスピーカーございまして、こちらはいずれもバルミューダのものにご用意をさせていただいております。なんかカレーとかなくなっちゃうんじゃない？大丈夫？一泊とか悲しい。ねえ。こちら、ヴィラ棟のもう一つ大きな特徴としまして、暖炉ございます。わあ。ガス式でございますけれども、じんわり暖かくなる、優しい心地になれるような暖炉でございます。わあ。お、ピーって言った。わあ、これめっちゃ雰囲気出る。濃い。はい。大きい。大きいね。アカウントお持ちでしたら、YouTube などもご覧になります。アカウント持ってる？うん。持ってるね。そうです。はい。こちらテーブルの上、シェフからのウェルカムスイーツ。茶色の革のファイルがインフォメーションブック。はい。その上に過ごし方ガイドをご用意させていただきました。はい。プライベートのドッグランになってございます。はい。ちょっと出てみましょうか。ドッグラン。ちょっとね、寒いけどね。ここに素敵なスリッパが。わあ、すごい。ここがプライベートドッグラン。わ、本当に、ね、本当にプライベート。こんな感じでソファーもあって。ここに。いいね。あ、すごい。すごい。わ、めっちゃいいな。いいね。そんな偉そうにしなくていいよ。はい、素敵です。最後にこちら、ケージございまして、こちらにワンちゃんの分お水ご準備をさせていただきました。では、こちらにいくつか除菌でしたり、ウェットのものなどご案内をさせていただきます。おもちゃとこちらのジャーキー、それからリンゴチップスはワンちゃんへのプレゼントでございます。おありがとうございます。喜ぶね。かわいい。お土産にお持ちください。はい。あ、ピーピーってなるやつ。はい、こちらが。お部屋の鍵でございます。オートロックではございません。お出かけの際は必ず鍵をかけていただくようにお願いをしております。はいはい、では私からのご案内以上でございます。はい、ご丁寧にお楽しみくださいませ。ご丁寧にありがとうございます。はい、ということでここのお部屋は女子組となりました。イエーイ。本当に悪く回せてみんな女の子だけ。はい、仲良くパパとタイちゃんは本館の方にお泊まり、同じお部屋ね、うん、みたいな仲良し仲良しで、ちょっとスイーツが机の上に。ではいただきます。はい、いただきます。リンゴ味、じゃーん。なるんです。はい、じゃあせーの、ケーキ。うん、なんかさ、夜暗くなってさ、そこがさ、ライトアップしたらさ、また映えそうじゃないね。うん、うまっ。美味しい。うん、じゃあママもいただこうっと、うん、え、すごい美味しくないこれ、うん、香りの豊かさが特徴です。だってもう匂いがさ、ね、美味しいやつの匂いした。めっちゃ強いリンゴ汁とかじゃなくて、すごい食べやすかった、うん、ね、食べやすかった、美味しかったです。はい、せーの、ごちそうさまでした。しかしね、雪がちょっと入って何してるの？めっちゃいい。ファイヤーね、かっこいい。しかもあったかい。お留守番だね。はい、うん、よし、お部屋の探索行こう。行く？よし、行こう。行け。行こう。あ、お外だ。いいね。お外見えるね、ぶーちゃん。まるちゃんはどこかな？いた。何してるんですか？探索してたんですか？はい、ルイカが雪遊びするそうです。
本当はここドッグランの、 あの場所だったんですけど、雪があってマルプーちゃんちょっと危ないっていうかあれなので、見てめっちゃ積もってるよ。すごハート描けば、おいいね、いくよ、せーの、あ、そういう感じ、ちゃんと左右対称に、ちょ、私スカートなのであれなんですけど、なんかいびつじゃないママのとこだと。ママキツネみたいになってる。でどっから出るの？戻る戻る戻る。なんか雪だるま作ってるやん。重いんじゃない？もうちょっと浅くしたら。浅いのはないんだよ。あー、できた！できた！かわいい！めっちゃ冷たい！かわいいよ。何するの？これ投げようとしたらね、投げる前に割れた。あ、オッケーオッケーオッケー。いくよ。せーの。わーお。冷たい、本当に。だよね。あ、やばい、この人やばい。この人やばいわ。この人やばい。当てないからさ、いくよ。見て、マジでやばい。いくよ。ほら、うわー、立った。はっ、おはっ、はい、ほらパパとタイちゃんが乾杯するみたいです。はい、何ビールですか？あの軽井沢のクラフト一番。乾杯、はい、お疲れ様です。バーマイバーマイ初めて上来た上、うん、あー美味しい。もう綺麗。バイバーイ。夜ご飯向かってる途中でござる。楽しみ。はい、長谷さんの日本時間の、ロスの部位をご用意いたしました。割にはカブであったり、あと中央にネギですね、ポロネギをご用意しております。いい匂いする、ね、すごいいい匂いする。はい、じゃあいただきましょう。いや、オッケー、うまっ、うまい、うん、止めます、牛肉ですね、信州プレミアム牛と呼ばれるプレミアム、はい、A4 だと A5 ランクしか存在しない牛なんですけれど、まあ、こちらのロースの部位を想定しております。いただきます。これ味噌、うまい、柔らかいね、これ、これ、いや、うまい、これうまいっすね、うん、これメインって言ってたもん、カモカモ、ちょっとお行儀悪いけど、こんな感じ、ほら、美味しそうでしょ。はい、みなみさん、どうですか？初めてカモ、カモ、もう初カモ、チーズです。みなみさん、見せてください。じゃーん、ブルーチーズだね、真ん中が、ね、さ、初のブルーチーズ、どうですか？初めて食べる味。そうだよね、全然臭くない。え、本当？美味しいらしいです。チーズ大会でした。ねえね、美味しい、うんうん、ルイカは美味しい、オレンジを使用したゼリーがなかなかにございます、その上はすりおろしのリンゴの仕上げ、あ、本当だ、お召し上がりください。はい、いただきます。美味しそう。お、本当だ本当だ、なんか雪みたいじゃない？いただきます。うまっ。あ、これはうまいと思う。美味しい？めっちゃ甘くない？リンゴが。美味しい？酸っぱいのが食べると絶対に体が震える。わあ、これはうまいだ。やっば。わあ、やっば。見て、いいよ、もうイチゴ。わあ、すごいすごい。美味しそう。イチゴとホワイトチョコレートを使用した。アイスクリームはトリコのアイスをご用意しました。こちらがですね、最後のお題でございます。何それ、なんかすごそう、うん、きれいだね、うわうわー、かわいい、かわいい、4種の焦がしをご用意していただきます。レモンのタルトとアップルシナモンのマカロン、柚子のチョコレートとイチゴのコアトドフルにいやー、うん、これうまっ、それ何？グミみたいな。ではいろんな種類いただきましょう、うん、はい、パッチンさん、はい、ごちそうさまでした、おいしゅうございました、はい、
ちょっといろんな、うん、新しいものに挑戦しましたね、うん、はい、もうね、お腹いっぱいになって私はもう無理ですですね、すごいね、髪かくね、無理です、音楽とかじゃあ、お部屋戻りまーす。マジかと思ってびっくり。もうさ、切る勇気がいるよ。なんかボブ似合わないのよ。そう、もう寝れます。で、あと20分ぐらいしかない。いいです。ねえ、ドンジャーギーギーのパティシエ特製のすごい、全部私が畳んでパンツも本当に